要件をご確認の上、ご利用は計画的に。4時です。石原秀夫です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。石原秀夫はここ最近ハードディスクのバックアップや10時間のカラオケのビデオを制作するのに、何日間も眠れないで作っているような状況でしたけども、もう死ぬかと思いましたね。本当にそれぐらいやばかったんですけども、もうなんか本当にやばいんじゃないかなとか、多分マイケル・ジャクソンより長生きできないんじゃないのとかいうぐらいでしたね。マイケル・ジャクソン50歳で死んじゃったりとか、結構最後の方やばかったらしいですけども、今は金持ちにまたなってるらしいですけども、マイケル・ジャクソン結構やばい感じになってたんですね。でも今はすごい金持ちですけどね。Another day has gone, I stood all alone. How could you speak? You're not here with me. Never say goodbye.Someone tell me why Did you have to go Lima was so cold Every day I see ask myself How did I sleep away Something whispers in my ear saysYou are not alone. I'm here with you. Though you fall apart, you're always in my heart. You are not alone. I'm here with you. Though you fall away, I'm here to stay.You are not alone. マイケル・ジャクソン、マルイのドルチェ&ガッバーナのコートを着て、最近家のビデオとか感じるのは、東京 MER とか そういうのが結構いいのかなとか、東京とか
渋谷タワーレコードとか六本木ヒルズテレビ朝日ミュージックとかに行った方がいいのかなとか思いましたけどね。石原秀夫の YouTube はこれでさらに更新することができ、10時間のコート・ダ・ジュールのエアロスミスさんのアルマゲドン・ミスラッシングでエアロスミスと尾崎豊とアンジェラ・アキと宇多田ヒカルと浜崎あゆみと鬼塚千尋と光源氏などの歌手たちとのライブアルバムをアップロードできるかもしれないけど、でも結構ね公開されないこととかねあるんですね。もう死ぬ気で作ったのに公開されないとか、そういうことって あるらしくて、死ぬ気で作っても公開されないとか、そういうことがあるらしいんですね。で、石原秀夫はソニーとかに送ってるんですけども、ソニー、この自動車の保険ソニー損保だってよとか、役所広司さんとか出てきて、うちの板金で直して元に戻すとか、そんなようなことも言ったりとか、役所広司さん、とにかくソニー損保とか、ソニー損保とかとか言ってるらしいんですけども、本当に石原秀夫のデータは永久に残るんでしょうかとかいう感じですけどね。私は永遠に美しくとかみたいな、私のデータ全地球の人だったんですけども、全地球の人が石原秀夫だったんですけども、全地球が石原秀夫なんですね。じゃあ今から尾崎豊さんの I Love You を歌えるかどうか試してみます。I love you 今だけは悲しいんだ、聞きたくないよ
I love you 逃れ逃れたどり着いたこの部屋何もかも許された恋じゃないから二人はまるで捨て猫みたいこの部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたいだからお前は子猫のような鳴き声でうー岸辺との上で優しさを持ち寄りきつく体抱きしめ合えばそれからまた二人は目を閉じるよ悲しい歌に愛がしらけてしまわぬようにI love you 若すぎる二人の愛には触れられぬ秘密がある I love you 今の暮らしの中ではたどり着けない一つに重なりきてゆく恋よ夢見て傷つくだけの二人だよ何度も愛してるって聞くお前はこの愛なしでは生きてさえ行けないとベッドの上で優しさを持ち寄りきつく体抱きしめ合えばそれからまた二人は目を閉じるよ悲しい歌に愛がしらけてしまわぬようにそれからまた二人は目を閉じるよ悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように尾崎豊さんの I Love You ですけども尾崎さん昔手話とかあのマイク持ってきてあの今も楽天のブログとかで売ってますけども手話とかいう会社のマイク今はソニーの IC レコーダーと Zoom の Q3 だけでもうほとんど何でもできちゃう感じですけどねOkay.
尾崎豊さん、僕が僕であるために勝ち続けなければならない、正しいものが何なのか、それがこの胸にわかるまでとか歌ってましたよね。でもね、ちょっとね、年とか取るとね、ちょっと運動とかもね、若い時のようにはできなくなるんですね。でそうするとね、加山雄三さんとかね、加山雄三さんとか君といつまでもとかね、いうような感じあるんですよね。二人を夕闇が包むこの窓辺に、明日も素晴らしい幸せが来るだろう、君の瞳は星と輝き、恋するこの胸は炎と燃えている。幸せだな、僕は君といる時が一番幸せなんだ、僕は君を死ぬまで離さないぞ、いいだろう。運動とかね、やっぱね、若い時からやってた時はすごい爽快感とかそういうのがあって、楽しかったんですけども、公園とかが使えないと、そういうデータとかを作ることもできないし、実際にそれで負けてもいいじゃないか、その手で欲しいものをつかむんだとか、シルベスタ・スタローンさんとかオーバー・ザ・トップでマイクに対してリンカン・フォークが言ってるんですね。
デズモーとかハスラーだろうとか、ハスラーだろうとか言って、なんかデズモーとかやったりして、腕相撲とかも結構昔は結構強かったらしいですけども、あの病院に入れられちゃったせいで、あのちょっとね全然強くなくなっちゃったんですね。でもなんか体とかはなんか結構体格いいかなとかいう感じですけども、そうしないと死んじゃうんじゃないかなっていうぐらいに、あのすごいデータ量になってきて、トランプ大統領とかも今日隣の家でもう22歳ですよとか、白いワゴンの車が止まってますからね。命の危険もかなりあるし、オリンピックでデータが消えちゃったことが、もう本当はもうこのね、桃色クローバー Z をね、YouTube もね何十個もあったんだけど、全部まだ1個しか出てないとかいう感じで。じゃあ今からエアロスミスさんのアルマゲドン、イスアシングを歌います。Stay away just to hear you breathing. Would you smile while you are sleeping? While you fall away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender.
アクセルスンリスのね声が Every moment spent with you In this moment a pleasure Don't wanna close my eyes Don't wanna fall asleep Cause I miss you there And I don't wanna miss you there Could you never dream of you The sweetest never do I still miss you there And I don't wanna miss you there Yeah Like to you Feeling your heartbeat And I wonder what you're dreamingWonder if maybe I see it Then I kiss your eyes Sang away together I just wanna stay with you In this moment forever Forever ever Don't wanna close my eyes Don't wanna fall asleep Cause I miss you thereAnd I don't wanna miss you say Could you never dream of you The sweetest never do I still miss you say And I don't wanna miss you say I don't wanna miss one smile I don't wanna miss one kiss I just wanna be with you right here with youJust like this I just wanna hold you close Be your heart so close to mine And just stay here in this moment For the lost time Yeah Don't wanna close my eyesDon't wanna fall asleep cause I miss you there And I don't wanna miss you there Could you never dream of you The sweetest never do I still miss you there And I don't wanna miss you there I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep cause I miss you thereAnd I don't wanna miss you say Could you never dream of you The sweetest never do I still miss you babe And I don't wanna miss you say Don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep yeah I don't wanna miss you sayAdo, don't wanna miss you say マーティ、ドクダ今から私が発明したタイムマシンに乗って1985年の10月21日まで正確には1985年の10月21日までタイムスリップしてもらうジョージとロレインに会いにだ。なんだと、私の発明したタイムマシンは間違いだったっていうのか。そんな聞いてないぞ、知らんぞ。マーティ、今から君の頭の中を覗き込む。1.21 ギガワットだと、そんな聞いてないぞ、知らんぞ。マーティ、ドーク、ジョージ、ロレイン。僕は死にません。あなたのことが好きだから僕は死にません。元気ですか？元気があれば何でもできる。男の中の男出てこいやー。1、2、3、だー。アントニオ猪木さんも死んでしまって、
坂本龍一さんも死んでしまって、上島竜兵さんも死んでしまって、志村けんさんも死んでしまって、もう本当に最近有名な芸能人が死んでしまうということが結構あるのですが、今みたいな世界っていうのは、なんか病気とかになるんじゃないかなとかいうようなやばいライトな時代なんですけども、アントニオ猪木さんっていうのはかなり最後の方やばかったとか、もうかなりアントニオ猪木さんやばかった、もう十何年の負けなしだったとか、で試合とかやってたらしいですけども、最後の方もかなりやばくなってたとか、全世界の人がアントニオ猪木さんとかアントニオ・バンデラスさんみたいな人みたいになってしまうというような、それとかエアロスミスさんのスバル、エアロスミスさんのリビオン・エッジをスバルで歌うことで、あっという間にハードディスクがいっぱいに なってしまい、それで、アントニオ・カルロス・ジョビンみたいな感じになってしまうね。でも本当に警察としてもう東京オリンピックまでは相当金持ってたんじゃないのっていう感じでしたけどね。東京オリンピックが始まるまでは相当金持っちゃったんじゃないかな。大磯ロングビーチは1987年から1997年まで田代正さん大磯ロングビーチに来てました。1987年から97年っていうことはまだ石原英雄が金バスにも出てなかったとか、金バスにも出てなかった頃に田代正史さんが出てたんですけど、その第1回の、オープニングを聞きます。
松本伊代さんとか、ダンプ松本さんとか、田代正史さんとか、山瀬まみさんとか、浅香唯衣さんとか、坂井典子さんとか、長山洋子松本明子さんとか、桑野信義さんとか、野沢直子さんとか、今でも出てますからね。今でもブログとか見てると出てきてますからね。で、こんなすごい芸能人が集まるイベントを10年やったんですよね。すごい華やかですよね。そんなの本当にやってたんですかとかいう感じなんですけども、本当にやってたんですね。大磯で、光さんとか、田村恵里子さんとか、本当に有名な芸能人がいっぱいでした。坂井典子さんとか、飛鳥涼さんもいたり、一億の笑顔とか、歌ってますからね。石原英雄がダンサー・イン・ザ・ダークとか奇跡の海とかで歌ってた宇多田ヒカルさん、宇多田ヒカルさんのディスタンス聞きます。
そうなほうげあーのばきゃぴほうがいさおばちゃつさみあいごなきたちゃらなべべたりそうなほうげあーのばきゃぴほうがいせこきゃざじゃつさみあいごなびびじゅYou, nobody but you, Abada, ooh, oh yeah, keep it going, I wanna be that you know, keep it going, don't stop, don't you ever let me go, you, oh,Keep it going, no star. Keep it going. I wanna be that you know. Baby, yeah, you oh, みたいな。宇多田ヒカルさん。歌ってましたけどね。
そうですね、実際に水木さんから Z をね、こう Z 仲間として認めていただいて、はいはい、誇りです。茅ヶ崎のコットンクラブとか結構いいところだなと思うんだけど、今クレジットカードが支払いがちゃんとできるのかなとか、クレジットカードがローン組むのかなとか、辻堂に行った方が CD とか作れるんじゃないのかなとかいう感じで、なんか辻堂とか行くとなんか CD を丸ごと1個作れちゃうとかいうような感じで、それで クレジットカードが使えるかどうかの問題で、茅ヶ崎のコットンクラブとか今行ってないんですけどね。結構いいところだ。あとその時によってライトっていうのは変わるし、どれだけ綺麗な人がいるのかどうかもわからないですけども、でも結構いつも綺麗な人とかいますけどね。クレジットカードが使えないと後でお金払うのに困る結果になりますからね。辻堂のポートダジュールとか行くと2000円ぐらいで CD が作れるとか、2000円でお釣りが返ってくるとかいうような感じなんですね。自動証券って契約するとき人に相談できないのが不安で。できますよ、相談。ソニー損保担当者に相談できます。保証プラン作りもしっかりサポートしてくれます。お得が拡大、ソニー損保。とにかくソニー損保とか、ソニー損保とか、家族のために頑張れよとか、役所広司さんとか言ってたりとか、この車の保険ソニー損保だってよとか言ってるんですけども、結構大変な作業だし、ブラックホールとかウェブポケットとかそういうところに保存できるのかどうかも分かりませんけども、かなりの
データ量とかでエプソンとかもなんかこのデータ量1キログラム以下とかいう風に出てますけどね。写真とかもかなりあるらしくて、写真がゴッホとかピカソとかになるぐらいに写真とかも結構いっぱい撮ってるらしいですからね。何が気になってるんですか？もしもの時のロードサービスが無料ですか？レッカーの手配とかもしてくれる。だったらソニー損保じゃないですか？安心をもっと安く、ソニー損保。でもソニーとか本当にやってくれているのかどうか分かりませんけども、相当金になるんじゃないのとか、写真とかだけでもなんかね、額縁とかね飾れるぐらいね、かっこいい写真とかがねいっぱいあるんですね。英語初心者の私、あずきが今から使える英会話を学びます。